Hey guys, I'm back with more Resident Evil 8, and gonna finish off this map only run. Alright. Let's get rid of. I'll keep that. I think you can use that. I don't know. BOW に注意しろ。了解。適正 BOW の集団とコンタクトした。予想より数が多い。気をつけろ。They hit harder. But hey, how's it going? Playing Chris now, so this will be fun. Die, bitch.
Just wanna make sure. Right, good, good. Hopefully that does not count. Because it most likely killed that archer.
One there.地下へ侵入する。お前たちは地上で待機しろ。隊長、村の菌をベイカー邸のサンプルと比較したんですが、E型にあったゲノム編集の痕跡がない。こっちが原種です。 Time to have a dance with the boss. このまま進む。お前たちは上で待機してろ。 Don't tell me I got to do Heisenberg again.
That can't be right, though. What's that? Go to Eisenberg again. So you're telling me you can't use that thing on that guy? But I only use it twice, so I don't know why it says through. Oh well. Time to fight Heisenberg again. I'm gonna skip the cutscene. I wonder if you can use it, but you have to face it away. I don't know. Well, this shouldn't be a thing anytime.
Time to go back to Chris's section again. I think I'm gonna just ignore all the mobs and just run right through. Just make it a bit quicker. Yeah.
You gotta be kidding me. Say like that. Should be fine.
How was he? Got me? Where did I go? Use zero. Yeah, it should still stay like that, hopefully. Okay. すぐに向かう。地下へ侵入する。お前たちは地上で待機しろ。隊長、村のキングをベイカー邸のサンプルと比較したんですが、 新型にあったゲノム編集の痕跡がない。こっちが原種です。
We'll see if I hit those. Yeah, it does. He counts as two? Huh. Interesting. Yeah.
spectacular.
Suite je. ミランダがミアに化けてたなら本物のミアは生かしておく理由もないだろうか。だがわからないな。ミランダはどうやってローズのことを知った。金目当てのお友達から。後で調べれば済む。作戦に集中しろ。爆弾を設置。この村ごと軽く吹き飛ばせる。すぐに離脱して起爆。ミランダがまだだ。今度こそ蹴りをつける。このまま進む。了解。待機する。隊長、採取場にミランダを確認した。監視を続けろ。俺が指示するまで手は出すな。今更行ったところで遅いが、 E さんには全て話すべきだったな。時間がなかった。移送中にミランダが蘇生するとは。だとしても話すべきだったと思うぜ。そうだな。これはミランダの研究室。無事でよかった、ミア。どうしてここに？突然捕まって、いろいろと検査された。ミアと言ったか、ミア・ウィンターズ。ああ、本人だ。そっちの状況は？さながら戦争だが、なんとかなりそうだ。任務を優先しろ。俺はこれから採取場へと向かう。待って、ここに置いてくつもり？約束したはずでしょ。私たちのことを守るって。全てあなたの言う通りにした。こっちに引っ越したのだって。家族と一緒ならそれでいいと思ったから。ねえ答えて。夫は今どこにいるの？私の娘はどこ？李さんはもういない。救えなかった。だがローズは生きてる。危険だ。いないってどういうこと？死んだ。残念だが今は逃げるんだ。この村を爆破しないと。ダメ、違う。隠し通しておきたかったけど。あなたは彼が特別だってことを知らないの？どうぞ。
うしてこんなとこに。お前は死んでる。死んでる。そうか。俺はミランダに。いや、俺はローズを助けに。違うよ。ミランダのせいじゃない。お前はずっと前から死んでる。何言っているんだ。俺はまだ。ほらね、ミランダに殺されたんじゃない。一度もおかしいと思わなかったの。今まであんなに傷ついてきたっていうのに。思い出して。いい加減なこと言うな。動けるはずがない。わかる。ふざけんな。じゃあ今までの俺は。俺は自分で。お前はもう死んでる。死んでるんだ。お目覚めですかな。ここはどこだ。私の馬車です。ひどくうなされてましたね。デューク、ハイゼンベルク卿とは激しい戦いでしたな。ましてやミランダまで現れる。どれくらい寝てたんだ。もうすぐ夜明けです。デューク、頼みがある。ミランダのところへ。そうおっしゃると思い、すでに向かっております。間もなく着きますよ。ありがとう。しかしよろしいのですか。そ
体はまるで朽ちかけているようだ。ああ、分かってる。愚問でしたかな。これも愚問だろうが、お前は何者なんだ。私自身も存じかねます。聞きました。助かったよ。ウィンターズ様、あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ。ご覚悟は。できてるさ。急がないと。Time to finish this with Naya or me again against Miranda. どうぞ念入りにご準備を。So much money. いよいよ旅も終わりですな。最後にパーッと散財なされては。今回の騒ぎのどうかお気をつけて。世話になった。私の愛しい娘、さあ出ておいで。お前が見たい。ああ、どれほど会いたかったか。なんだ。力が奪われていく。ローズ、ミランダ、
はり普通の人間ではないか。さっさとローズを返せ、早く。小賢し、今度こそ息の根を止める。今だ、ローズを。なのにそれを奪おうというのか。この子は誰にも渡さ。まだ対岸が出される時が来た。やめろ。ローズはこの私のもの。Yeah.
Seriously? That actually... Wow. We can't use a flash. Ah!
この際だ。起きろ。クリス、イーサン、やったな。やつは終わった。それが俺も同じらしい。イーサン、逃げるんだ。足を止めるな。奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んである。これを見ろ。今起爆すれば俺たちも終わりだ。しっかりしろ。ミアが待ってるぞ。ミアはちゃんと生きてる。生きてるんだ。ミア、許してくれ。愛してる。ロサ頼む。おい、立て。おい。自分で伝えろ。ほら、あともう少しだ。守ってやってくれ。強くなれるよ。俺たちを逃がすために残ったんだ。
隊長、これを見てくれ。 BSAA がよこしたのは兵士じゃない、 BOW だ。奴ら何考えてる。隊長、指示を。チーム全員を集めろ。 BSAA 欧州本部へ向かう。And that's the end of village. Yeah, this little girl here is going to be based on Rose. そう言うと少女は鏡に閉じ込められてしまいました。そこへやっと少女の両親が助けにやってきます。父親は魔女に立ち向かい、母親は愛の力で鏡の呪いを解きました。父親は戦い叫びます。娘を頼む。母親は少女を連れ燃える森から逃げ出しました。焼け残った森は人々に父親の犠牲を思い起こさせ、今でもなおその荒れ果てた土地をじっと見つめた子供はベリーを摘みに行き迷子になる悪夢を見ると言います。Oh, there you have it. That was similar to the father's story in the Village of Shadows fairy tale.And here's the poster for post credit scene.Rosemary wearing her father's wedding ring. そんなの無理だよ。だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら、なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。
誕生日おめでとう。先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって、わかるよね。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。ああ、見つけた。例の場所だ。こんな日に限って。君の出番だ。頼むぞ、エブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろう、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ。問題ない。まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。There you have it. The father's story is now done. I've got an achievement, Knives Out, as well. I'm doing it in 4 hours 27 minutes. Not bad.Not bad at all. I could get that if I wanted to, but is it worth it? No. We'll wait until I can get this. But I need to get double S rank on all the mercenaries, and there's 8 of them.I'll probably do that some other time. And that'd probably be quite expensive, probably about 120,000 or something. Maybe more. And these are all the challenges that I've done.So that'd be naps. And that one. These ones will be... Well, I don't know how I'm gonna do these. That one will be quite tough to find. I should look up where they are.
That one shouldn't be so bad. Then you got these as well. And do more than 2,000 damage. Oh yeah. Hey there. And these are all the concept arts. Even tells you what originally they're planned for and things like that. That's for number 7 actually. This will be number 8. So we still don't see Ethan's face. So blank. There's Rose, grown up. Interesting. I'm guessing that would have been... It'll be in Resident Evil 9, I suppose. They have to put that in. Where's Chris? So that thing in the middle connects to Rose somehow, which is basically similar to the Mega Man seat.
and she's well, lady, she's based on the 8-foot lady, a Japanese evil spirit. So Donna is actually a ghost. That's the concept. And there's the baby, which is 2 to 3 year old girl. She calls Ethan Dada. Interesting. Also based on the Japanese. His base is on Frankenstein.
Interesting.
What's that? So much charade. Hanging about that. Alright, that's it. I'm gonna end the stream here. Thank you, Aaron, for coming by. And everyone else. I'm gonna go raid someone who's streaming currently. Okay, bye guys, and I'll see you on the next stream. I'll be streaming Mercenaries content next time. Bye.